にちは、みさきです。今日は浦和レッズレディース対大宮アルディージャベントスの試合を見に今駒場スタジアムまで歩いているところです。今日の試合は引き分け以上で浦和レッズレディースの優勝が決まるという大事な試合になってます。そしてホーム最終戦でもあるので今日は勝って優勝してみんなで気持ちよく帰りたいなと思います。それでは頑張って応援していきたいと思います。今日は友達を呼びました。こんにちは、あみちゃんです。私たちは、高校時代の時のサッカー部のマネージャーでした。先輩と後輩でした。あの年は違うんですけどめっちゃ仲良くて今でもよく遊んでます。はい、もう大好きです。そんなあみちゃんと今日は試合を見に行こうと思います。はい、じゃあちなみにあみは浦和レッズの試合って見たことありますか？中学校の時に1回見に行ったことがあります。うん、それは男子の選手の試合ですか？そうです。今日見る試合は女子のレッズレディースの試合なんですけど、レディースの試合は見たことありますか？いや、ないので今すんごい楽しみにしてます。初めて浦和レッズレディースの選手と何か関わる機会があったっていう話を聞いたことがあるんだけど、何かありますか？高校時代のマネージャーの時に、オリンピックのボールパーソンで日本代表の選手と間接的になんですけど関わったことがあります。そうなんです。させていただきました。多分その時に見た選手が今日試合に出ると思うので、ちょっとぜひ2人で探そう、はい、探してみたいと思います。やってみましょう。スタジアムにはスタグル、うん、ご飯が、はい、大好きなご飯が、はい、大好きな大好きなご飯があるので、はい、ちょっとスタグラムを見つつ食べつつ、うん、試合まで過ごしていければなと思ってます。はい、楽しみ楽しみだね。到着しました。頑張って応援してきます。スタジアムの中に入っていきます。行きたいと思います。ちょっとたくさんもらったのでこれを持って席に行きたいと思います。到着しました。イエーイ。結構いっぱいお客さんいらっしゃいます。ちょっと席に向かいたいと思います。席到着しました。今からちょっとスタグルとか外のグッズとか見に行きたいと思います。はい、行ってきます。それではちょっと外に戻ってきたので、はい、スタグルとかグッズとかをちょっと見ながら2人で回りたいと思います。お肉がジューシー、うん、ジューシー、分厚いですね。チーズ、うん、これ食べて、はい、応援していきましょう。応援していきます。Thank you.
っていたので、そろそろ試合が始まります。楽しみだね、はい、今日応援も、ね、すごくいっぱいいるので、このまま、はい、勝って優勝してやりたいね、はいはい、優勝します。頑張って応援します。Thank you.
果は4対0で浦和レッズレディースが勝利しました。おめでとうございます。おめでとうございます。前半に2点、後半にそして2点の4対0ということなんですけれども、結構前半からレッズレディースペースで試合が進んでいきまして、でそのまま波に乗って後半もそのまま2点決めてくれました。そしてなんとですね、後半の2点はですね、私の推しの清家選手が決めてくれました。かっこよかったね。めちゃくちゃ今日もかっこよかったです。今セレモニーがちょうど今から始まるところです。実際雨どうでした？いや、なんか思ってたよりパワフルで、もうパスも速くて足も速くて、もうずっと口が開いちゃって圧倒されました。すごい楽しかったですね。今日優勝をかけたすごい試合だったのもあって、お客さんもレッズレディースの方もすごく気合が入ってて、すごいいい試合が見れたと思います。サポーターの方もすごかったです、応援もすごかったです。すごく楽しい試合でした、はい、また来たいとか思いましたか？はい、はい、もうなんかもう今回のでちょっとハマっちゃいそうになりました。そうだよね、本当に。なんか気になる選手とかできますか？私は、塩越選手が、塩越選手オリンピックの時も拝見した選手だったので、今日改めてプレーを見てちょっとかっこいいなって思いましたね。どうですか？やっぱスピード感が、清家選手は本当にスピードがすごくて、やっぱり圧倒されますね。一つ一つのパスもすごい速くて、動きも速くて、かっこよかったです。かっこよかったです。またぜひ次回があったら、はいはい、一緒にまた見に行きたいと思います。これからもレッズレディース応援していきたいと思いますので、はい、応援していきましょう。それではありがとうございました。バイバイ。Thank you.